こんにちは、のり太郎です。今回は緊急で動画を作っておりまして、サムネイルにもある通り本日2024年の3月11日、くしくも 3.11 の日なんですけど、日経平均の大暴落が起きたと、1000円以上一時下げたということが起きました。今までの株価の上昇ですね、冒頭がまず経済の実態に反していたということは、誰しもが感じていたことですが、やはり投機的な動きでやられたなという感じが、私としてはしています。明日以降どうなるかは、神のみぞ知るところなんですが、そんな中とても気になる記事がありました。今日のテレ朝ニュースで、ヤフーニュースに載っていた記事です。最高値から1000円急落、3日続落で下げ幅今年最大、専門家機関投資家の売りに警戒と書いてあります。でここで機関投資家の売りに警戒ということなんですが、最後の方にちょっと恐ろしいことがさらりと述べられておりました。それがこちらになります。株価が4万円に達してブンブンブンって、売るきっかけが出ないかと思ってた時にこういう材料が出たと。これは日銀の発言のことを言ってるんですが、一方で注視が必要とするのは機関投資家の動きですということで、ここで GPIF というのが出てきました。ご存知の方は多いと思うんですが、年金積立金管理運用独立行政法人ということで、年金を運用している GPIF という、国の機関ですね。こちらをはじめとする日本の機関投資家は、目標とする資産配分を計画として持っていると。年度末にかけて、この計画を上回った時価総額の分を売って、調整する必要が出てくると、そういう年金基金のリバランス調整というものの売りには警戒が必要ではないかと思いますとさらりと述べているんですが、警戒すべきは海外資本などではなく国内の、しかも私たちの国民の積み立てた年金で運用している GPIF だというのです。この記事でも述べられている通り、資産保有割合っていうのを決めて運用しているので、定期的にそれぞれの資産の、増えた分減った分っていうのを売ったり買ったりして、そのパーセントを維持すると、一定に保つためのリバランスというものをする必要があります。そのリバランスは投資をしている方なら、普通のことなんですが、 GPIF の場合は訳が違います。まずはこの通り資産の保有割合っていうのを見てみると、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券をそれぞれ 25% にしています。それはそれで分散投資してますねというだけなんですが、問題はこの下の方にある保有金額です。こちらにある通り国内株式の総額が55兆8000億円もあります。そしてこの金額は去年の2023年の12月の年末の保有金額となります。で去年の年末の日経平均株価がいくらだったかと言いますと3万3000円ほどです。そしてつい先日日経平均は4万円を突破したというわけでして、つまり日経平均株価2023年12月末の3万3000円から今月の4万円までの上昇を計算すると 17.5% も株価が上昇しています。そして GPIF の2023年12月末までの保有株式額が55兆ということで、単純計算で 17.5% 増加すると65兆5000億ぐらいになります。つまりは単純計算で10兆円ほど増えた資産をどこかでリバランスしなければいけないわけです。海外株式も上がってるわけですから、10兆円丸々売るとは考えられないんですが、数兆円規模の国内株式を売らなきゃいけないということになります。しかも GPIF は四半期ごとに運用結果を公表しておりまして、その度に日本株式、外国株式、日本債券、外国債券のリバランスをしているわけです。ということは、つまり今年の第一四半期が閉まる3月末までに
どこかで10兆円はいかないけど数兆円規模のリバランスをするということになります。でもうすでにリバランス済みだったら問題ないんですが、お役所が事なかれ主義なことを考えると、リバランスのタイミングっていうのは株価が急騰してみんながこう注目しているタイミングで水を差すっていうのはおそらくやりづらいんじゃないかなと思います。そう考えると、もしかしたら10兆円は動かないですが、まあそれぐらいの規模の売りのタイミングを、まあ、今回の暴落に合わせてくる可能性っていうのが十分考えられるかなと思います。でなかなか恐ろしい話なんですが、まあ、絶対に売るわけですね。で日本の株の大株主が四半期ごとにリバランスをするっていうことなので、下落局面では株がこう下がってる時は買い支えてもらえるっていう反面、急上昇してしまうと調整が入るリスクがあるということになります。そしてこのグラフが示している通り、年々その影響力は増しているというわけです。これを見るとそのうち企業は GPIF に献金するようになるかもしれませんね、まあ、今流行りのやつです。で献金がまずいならパーティーっていう手もあるかもしれませんっていうのを冗談はさておき、もしかしたら株価の下落の加速もあり得るかもしれませんし、まあ、いずれにせよ投機的な動きになりますので、これらの乱高下に巻き込まれるのは間違いなさそうです。で普通の証券口座で株を運用している方は空売りっていうことができるんですが、まあ、NISA 口座では空売りっていうのはできないわけです。ということで空売りができない分、もうノーガードでこういう空売りができる人、売りがバンバン入るときはただ耐えるしかないと、まあむしろ買い増ししましょうかっていうのがメソッドになるんですが、暴落に対して利益を得ることはできないと、まあ、利益を得られる人たちの好き放題やられてしまうというのが、まあ、最大のリスクになるかなと思います。ということで資産はやはり安全な場所へ避難しましょうということなんですが、資産をどこへ逃がすかっていうときは、まあ、今は金とか銀とかプラチナ、まあ、銀がちょっと落ちてますけどまだ割安ってことなんですけど、こういう貴金属もいいんですが、安全性というところでいくとやはりアンティークコインがいいのではないかなと思います。で私の動画をご覧の方は耳にタコができているかもしれませんが、まあ、こちら見ていただきたいと思います。 PCGS3000 というアメリカのレアコインのインデックス指数になりますが、こちらにある通り数々の大不況、まあ、リセッションと呼ばれるものを平然と乗り切っておりまして、株価の増減とは全く無関係に動いているというのが一目でわかるかと思います。でアンティークコインのデメリットっていうのは、買ってもすぐに売ることができないので、資金拘束が時間がやはり半年から下手をすると数年単位でかかってしまうというところがデメリットになります。ただ逆にそのせいで投機マネーもですね、いろいろバーッと動かしたい人は入ってきづらいため、そういう意味では投機マネーから守られた市場になっています。なので今こそアンティークコインとかモダンコインに資産の一部を変えておくタイミングではないかなということで、まあ私のショップでも良いコインがあるので見てみてください。で一番大切なところはやはりみんなが注目して値上がりするぞっていうコイン、まあいいコインなんですが、それにまたお金を入れてしまうと今回の株価大暴落みたいなこともないとも限らないので、やはり自分の投資姿勢に合ったコインを選ぶというのもしっかり大事かなと思います。やはり地金型に近いコインこそ非常時には安全に保全してくれるという面ありますので、まあ、売りにくいというデメリットがありますが、まあ、その分自分の誘惑でですね売ってしまいたいという時にも簡単に売れないので、しっかり保全してくれるっていう役割も果たすと思いますので、まあ、そういったところも考えながら資産保全をされたらいいかなと思います。ということで最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。では最後皆様一緒にレッツコイン、ご視聴ありがとうございました。